はい、皆さんこんにちは。今日もですね、スカイリムスペシャルエディション遊んでいきたいと思います。皆さんのお役に立てているのでしょうか。何か用？ね、今日もね、吸血鬼ですね。これもね、髪型までちゃんとこれ揺れますね。夜道はなぜか心細く感じます。そろそろ出発かしら。ここも揺れるし、ケツも揺れます。スカイリムの冷たく澄んだ。そして髪型も揺れる。私はとても気に入っています。どんなことが起きても私がいるからな。問題ないだろう。すぐ後ろにいますよ。ね、メガネかけた美人ですね。ここにいるわ。ね、可愛いこの子ね。すぐ後ろにいますよ。生きる可能性は少しでも上げるために用意は怠るなよ。あら、怖い顔してる。どうしたの？何か気になることでもあったのかしら。はい、今日もね、ちょっとね、物件紹介に行ってみますね。今日は紹介する物件はね、こちらですね。ここですね。ここもね、前回ね、ちょっと動画で紹介したあのホワイトランセーフホールドっていうね、プレイヤーホームをね、作った方の、別のモッドですね、これ。こちらをね、今日ちょっとご紹介していきたいと思います。ちょっとこちらね、結構ね、いい感じの広さですね。広すぎず、狭いよりかはまあ正直広いですけども、結構ね、間取りが使いやすいんでね、すごいこれ良かったですね、これ。はい、あ、そうそうそう、あのね、吸血鬼に変身後の、見た目をね、変えるね、ちょっとモッドを入れたんでね、それちょっとね、見てみましょうかね。結構かっこよかったですよ。私がいるからな。私と一緒に旅ができるんだから、感謝しなさいよね。じゃあちょっとね、吸血鬼に変身してみましょう。あ、そうだ、これ変身するときに裸になっちゃうから、ちょっとこれ一回後ろ向いておきますね、これ。じゃあ行きます。変身します。せーの。私に見せるお前の可能性。ほら。ちょっと明るいところで見てみましょうかね、一回。はい、じゃあね、行きます。変身しますよ。シロニールも美しい場所だと聞いたわ。じゃあ変身します。スカイリムも晴れた日は澄み切った空気で美しいわよ。私たちにキナレスのご加護があらんこと。素晴らしいね、これかっこいいね。素晴らしいね、これ。あんたってさ、家族はいるの？スカイリムの冷たくもちろんこれ揺れますね、これ。私はとても気に入っています。で、飛ぶときはこんな感じですね、これ。おお、お、早速何かいるな。なんだこれか。ここ行ってみましょうね。じゃあ早速行ってみます。はい、じゃあね、到着しましたね。こちらですね。はい、もう一回場所はね、ここですね。ここじゃあ早速ね、行ってみましょうね。このね、長い階段を。好きなように生きて、好きなようにし、それが傭兵の生き方なのかもしれない。ねえ、素晴らしいね、ここ。
来ましたね。素晴らしいね。いらっしゃい。また会えてすごく嬉しいわ。結構綺麗な顔してますね、この方。何かお役に立てることはありますか？すごいね、ここがバーだね。食事どころ、まあ、ここね、当然ね、これ自動脱衣プールになってるんでね、ちょっと今 お見せできませんけど。何かお役に立てることはありますか？こっちが馬小屋ですね。ここが馬小屋、これもともといる NPC ですね。ちょっとプール入らないでよ。じゃあ早速ね、あ、ここですね。いくらだろう。5万ゴールド。ちょっと手持ちがないから、ちょっとしょうがない、コンソールコマンドでちょっと5万ゴールド増やします。はい、じゃあ増えましたね。じゃあ買います。すごいね、メガネかけて。何か用？じゃあ早速ね、入ってみましょうかね、これ。で、ここはね、大きく分けてね、いわゆる2階部分はないんですよね、これ。これ1階はこんな感じですね。すごいね、水槽が。あら、こんにちは。ここなんだっけな。邪魔ですね、あなたたち。あ、ここあれですね。あまり酒ばかり飲んで体を壊すのよ。本の置き場ですね、これ。ワインをいただける？あ、ここにも NPC がいますね、これ。帰る場所があるっていうのはいいわね。すごいですね。休める時は休む。ぐるーってこれ一周、一周はできないのか。今日はここに泊まるの？まあここにもね、まあちょっとした休憩室。気持ちのいい日ね。で、この奥がね、まあ、ちょっとした庭ですね、これね。ね、ちょっとしたお庭です。ねえ、何か食べていきましょうよ。ここがね、まあ、食事どころですね、これ。Hello, friend.すごいね、これ豚が、ま、豚なのか何なのかが丸焼きされてますよ、これ。ね、何の肉だか分かんないけど。ね、美味しそう。ここが冷蔵庫ですね。
待ってるわ。お、この方もまあまあ綺麗な方です。待ってるわ。多分フォロワーにできるんですよ。よく来たわね。あ、できますね。そろそろ行かなくちゃ。怖いね。何か用？まあ2階っつってもね、特に何もないんですよ、これ。まあね、まあこんな、これだけですわ、2階は。2階はこれだけ。で、ここがまあ、入り口で、あとこっち側の区画ですね。こっち側があのクラフト関係ですね、これ。すごいね、これね。こっちなんだろう。ここも食事ができるね。まあちょっとしたくつろぎスペースだね、これ。どうかしましたか？すぐ後ろにいますよ。ちょっと何見てるのよ。まったく私の想像以上かもしれない。でこっちが、各種作業台が揃ってますね、これ。ちょっと暗いな、トーチつけるか。ここは製造場所ですね。私も負けないように鍛えないとな。何？こっちがまあディスプレイホール。まあ、いわゆるアイテム置き場ですね、これ。まあ、ここにね、清掃の書が置けたり。まあ、あとはね、ここ、まあ、陳列棚ですね、これ。そろそろ出発かしら？で反対側が、こっちベッドルームですね。どうぞ。お前のやりたいように生きろ。私はそれを見守るだけだ。Hello, friend. はいはい。おっとと。よく来たわね。ちょっとね、裸になってる方がいるんでね、ちょっと気をつけないと、これ。映っちゃいますね、画面に。まあこっちも、あ、ここサウナだ、サウナ。危ない危ない。ここ裸になっちゃいますね、これ。これ以上入ると。どうかしましたか？でまあここにもプールがあって。ここにね、ボタンがあります。これで NPC をね、もともといる NPC をなくしたりできます。でこのボタンを押すと、いわゆるその自動脱衣機能がオフになりますね。ちょっと撮影のためにこれ一回オフにしておきます。これ力になれることはあるかしら。これで無効になったんで、
大丈夫ですか。仲間との旅は楽しいわね。服脱いでないですね。大丈夫ですね。ここがあれですね、まあ主人公の 寝床というか、なんというか。ね。これ寝ますかね、これね。で、ここ大浴場だね。疲れた。もう帰宅だよ。いやあ、友よ。これ選べたらいいのよ。あなたが望むなら、共に歩むことを光栄に思うわ。友よ、神のご加護を祈っている。いやー、このむさ苦しい男いらないんだよな。ここが拠点か。なかなかいいところだ。何か用か。何にいたしましょう。Hello, friend. おっとっと。もう一回ちょっとトーチを。まあゆっくり休め。すぐに戦いに出るのだからな。まあここも食事どころだね。いらっしゃい。でこっちはもう、こっちもベッドルームだね。まあね、いっぱいベッドがあるんでね。お腹をエールで満たす以上にスカイリムの冷たい夜に対処するいい方法がない。何？よく来たわね。まあね、比較的女性が多いですけど。あと何やってんのこれ。まあなんてカラフルなの。まあ、ここにもお風呂があったり。どうしたの？何か気になることでもあったのかしら。生きる可能性は少しでも上げるために用意が怠るのよ。ね、綺麗だね。いっぱい草が生えてて。あまり酒ばかり飲んで体を壊す。ね、ここの物件ね、広そうに見えて実はそうでもないんですよね。まあこのね、中央のメインホールとそれぞれ左右に2つずつの、まあ、フロアがあるって感じで。だから結構ね、室内もね、上登ったりあちこち行かなくていいんでね、結構これね便利ですよ。ここちょっとね、この場所をね、ちょっとね新しい拠点にして、ここにね、フォロワーたちをね、ちょっと全員ね、ぶち込みますわ、ここね。ここが拠点か。なかなかいいところだ。で、だんだんね、人が。何かお役に立てることはありますか？だんだん人が集まり出してきましたね。帰る場所があるっていうのはいいわね。ワインをいただける？確かこの人、吟遊主人だった。あら、こんにちは。あら、またお会いした。いいわよ。どんな曲がいい？あまり酒ばかり飲んで体を壊すなよ。うん。今日はここに泊まるの？
戦士の心臓を英雄はもと。すぐ後ろにいますよ。ヒタルはドラゴンボン。ノルドに伝わる秘術とともに。珍事を来たるおドラゴンボン。横島なる者は滅び去る時。見届けよ来たるおドラゴンボン。闇は去り新たな伝説が生まれる。試練よ来たるおドラゴンボン。銀融詩人の大学もソリチュードにあるらしいわね。はい、それではですね、ご視聴ありがとうございました。ちょっとここをですね、メインの拠点にですね、ちょっといろいろ衣装とか書いてですね、ちょっと手を施します。それでは私がついてますよ。ご視聴ありがとうございました。失礼します。それがいい冒険者の条件だ。